愛知県は、日本の中部地方に位置する県、日本列島の中央部にあたり、人口約750万人は東京都、神奈川県、大阪府に次いで4番目に多い。工業都市を中心に日本最大の工業地帯である、中京工業地帯の中核をなす工業圏でもあり、自動車産業や航空宇宙産業などが盛んである。今回は愛知県の廃墟5選を紹介する。千歳楼は、かつて愛知県春日井市玉野町に存在する廃墟旅館。1954年、名古屋の料理店から現在地に移転し、旅館業を開始する。国鉄中央本線上高寺駅に近く、春の桜や秋の紅葉が楽しめる場所として、付近一帯は名古屋近郊の観光地として栄えるようになった。しかし、自家用車の普及などによって徐々に侵襲。飛騨といった場所に名古屋からの観光客を奪われるようになっていき、来客数は減少していった。2003年に6億円の負債を抱えて倒産した。廃業以後、千歳櫓の建物は放置され、建物の寝停等権が大手都市銀行から債権回収会社に移り、管財人との連絡も取れなくなったため、取り壊しを行うことは難しくなった。三州園ホテルは、愛知県蒲郡市から西尾市にまたがる三金山スカイラインに位置する巨大な廃墟ホテル。巨大な要塞のような佇まいと、山の上に一軒だけ建物が残っている異様さが目を引き、廃墟マニアの間では愛知県最大の廃墟として知られている。三州園ホテルが開業したのは1960年代後半。CM を流せる規模の施設だっただけあって、社員旅行で訪れたという声も複数あった。順調に営業していたが、1990年に食中毒事件を起こし一気に経営が傾き始める。この食中毒事件で宿泊客49人が病院に運び込まれる事態となった。食中毒以降はバブル崩壊で景気が急激に悪化し、三州園ホテルは2003年に廃業を迎えた。大滝楼は、愛知県豊田市にあったホテル。県道39号飛騨街道沿い、巴川沿いに位置する。大滝観光株式会社により1970年頃に開業。王子のパンフレットには、山あいを縫って流れる清流巴川、こんな近くに優しい自然があのコピーがあり、建物すぐ前を流れる清流の眺望を売りとしていたらしい。新館建設の設備投資が裏目に出たらしく、1999年に閉業した。その後建物は放置され、ガラスが損壊、物品が散乱しかなり荒れた状態となり、廃墟となった。大滝楼には、ホームレスが住んでいたと噂されており、その男性の遺体が大滝楼で発見されたという。トトロの家は、愛知県名古屋市港区にある廃屋。日光川が伊勢湾に注ぐ、農地と住宅が入り混じる一帯に位置する。隣のトトロに登場する家に似ていることから、トトロの家と通称されている。この建物は、1970年から1975年に建築。この時点では、工場上建物の他に小さな小屋のような建物だけがあった。1982年までに小屋がなくなり、奥の RC 2階建て住居が建設された。不使用状態となった時期ははっきりしないが、2004年時点で敷地内に草木が繁茂しているのが空中写真から確認できる。2000年代中頃には廃墟や心霊スポットとしての言及があり、この時点で、工場上建物にはトヨタのバンが放置されている。松風寮は、名古屋市守山区、東谷山フルーツパーク近くにある建設会社社員寮の廃墟。4階建てと3階建ての2棟の建物からなり、1970年代に建設されたらしい。2004年のカレンダーがあるため、使われなくなったのは2004年前後と思われる。特に事件等の記録は、調べた限りなく、どちらかというと廃墟の印象が強い。しかし地元では心霊スポットだという噂がある。噂によると、
寮内で何か隠蔽したい事件が起きて、そのため霊が徘徊するようになり廃寮になったのだと言われている。